ユーラシアカワウソは、ご乳口食肉目いた地下カ,カワウソ属に分類される、食肉類。別名ヨーロッパカワウソ。ツンドラ地帯を除くユーラシア大陸、アルジェリア、インドネシア、スリランカ、チュニジア、モロッコ模式標本の産地は、スウェーデンとされる。東道町57から70センチメートル。尾長三35から40センチメートル。体重4.1から16キログラム。 背面は黒褐色や肺褐色、喉から頬、胸,胸部、腹部にかけては単光色や大白色。鼻光周辺の体毛で終わらない螺出部上演はアルファベットの W 字上。指跡の間には幅広い水かきがあり、肉球の半分程度の位置まで達する。以下の分類は MSW3 に従う。MSW3 では日本カワウソを 独立シュルトラ日本としているが、過去の分布を、ワイドリーディストリビューテッドインジャパンとしており、北海道を含めた日本広域とみなしている、可能性がある。アッシュ日本カワウソの記載論文を含む MSW3 の出典では、北海道産は、エルニッポンとされたことはなく、他の日本産食肉類でも、北海道の分布に、誤りや見落としがあることから、 日本カワウソを含まない本種の分布域から、北海道が見落とされた可能性が指摘されている。以下の日本産の絶滅個体群を含む説もある。分類は異種に従う。河川や湖、湿原、海岸などに生息する。夜行性だが、白明白母子にも活動する。主に魚類を食べるが、カエル、鳥類、アナウサギや、 デスマン類などの小型哺乳類、ザリガニ類などの甲殻類なども食べる。群れで協力し獲物を捕らえることもある。陸上や水中で1から2時間にわたり、追跡を行った後に、水中で交尾を行うことが多い。妊娠期間は59から65日。1回に1から5頭の幼獣を産む。生後28から35日で海岸する。授乳期間は2ヶ月で、 離乳する頃になると水中に入るようになる。地域によっては人に飼いならされ、漁業に用いられることもある。一方で漁獲物を食害する害獣として扱われることもある。河川回収ダム建設による生息地の破壊及びそれによる獲物の減少、水質汚染、交通事故、漁業による混濁、毛皮目的や食用の狩猟などにより生息数は減少している。 西ヨーロッパでは生息数が回復傾向にあるとされるが、アフリカ大陸北部やアジアでは生息数の推移に関するデータがない。日本では毛皮用の乱獲、森林伐採による水資源の枯渇、河川回収による獲物の減少、農業や生活、工業排水による水質汚染、漁業による混濁、害獣としての駆除により絶滅した。 1964年に国の天然記念物、1965年に特別天然記念物に指定されている。1976年にチュニジアの個体群がワシントン条約付属書3に、1977年にワシントン条約付属書 I に掲載されている。ありがとうございます。